ロバート・ウッドロー・ウィルソンは、アメリカの天文学者、物理学者。アーノ・ペンジアスと共に、宇宙マイクロ波背景、放射を発見し、ノーベル物理学賞を受賞した、テキサス州ヒューストン生まれ。1964年に、宇宙マイクロ波背景、放射を偶然発見した業績によって、1978年にウィルソンは、ペンジアスと共に、 ノーベル物理学賞を受賞した。ニュージャージー州ホルムデルノベル研究所にあった新型アンテナを使った研究中に彼らは空に説明できない電波ノイズ源があることを発見した。このアンテナについていた鳩の糞を取り除き、その他考えられるすべての雑音源を特定した後、最終的にこのノイズが CMB であることを突き止めた。この発見は ビッグバン理論の重要な確証とされた。ウィルソンはライス大学で学部時代を過ごし、優等学生の友愛会であるファイ・ベータ・カッパに入っていた。卒業後はカリフォルニア工科大学で学位を取得した。C ・ロベリ、すごい物理学講義、川出文庫、2019年、P138、ありがとうございます。